Once a year, the world's most lethal snipers go head-to-head in a one-of-a-kind competition. Snipers are active-duty military and law enforcement snipers from around the world. And can only be seen here.第3競技、精密射撃。スナイパーの基本となる技術の採点だ。30、40、50メートルと一発ずつ射撃、それぞれ点数が設けられる。一発にかける精度が試される。3年ぶりに引っ張り出してきた。M40A5。やるぜ、やるぜ、やるぜ。自慢の M40 は使わず挑戦中。自慢の狙撃銃で優勝を狙う。はい、多分唯一ギリーですか。ギリーが少なそうなので、ブッシュの中からちょっと静かに仕留めていきたいと思います。あーあー、下に当たりましたね。30センチターゲット、上の的に当てるのが今回の条件。あ、ダメだ、外した。はい、外れ、外れ。風に流されやすい BB 弾を一発で当てるのは難しい。長距離狙撃はそれらを計算に入れた射撃が必要となる。普段なら当たる距離でも、競技というプレッシャーのかかる場面ではミスが起きる。普段の調整が上手い人ほど本番でも正確な射撃ができる。明日は盛り上がりました。外れ。行きます。ガス風呂は安定度にかけるため、さらに腕が必要となる場合が多い。外れ。参加者の多くが50メートル射撃に苦しんでいる。外れ。グループ3が挑戦、高得点の獲得者は現れるのか。開始前に1分間の練習が許可されている。銃の固定方法も自由、自分のスタイルで構わない。通常はバイポッドや置物を利用して安定を図る。呼吸を止めたりし、銃を安定させることが望ましい。行きます。ライバルの腕前をチェック。2連続ヒットに成功、高得点が望めるぞ。ファデ選手、30点、40点で70点を獲得。この競技で暫定2位に浮上。ここで大きく点差を縮めることに成功。今後の競技にどう影響するか。逆にここで点数が取れないと、優勝争いから一気に遠ざかってしまう。グループ4の挑戦が開始される。30メートルは当てていきたいところである。難易度は上がり、40メートルの挑戦。ここでも連続ヒットを成功させる選手が現れた。前段ヒットに最も近かったぞ。そうね、立った鉄路も。
ここで初めて 50m をヒットさせ、一気に50点獲得に成功。第5グループの挑戦。5グループも手こずっています。あ、惜しい、右上、あ、惜しい、左3センチ分、はい、次、ファイナルカード。5グループは狙撃に向かない周が多いです。上、外れ、あ、惜しい、右下、かなり上に打たないと無理だ。行け50m の足元に最終グループの挑戦。それはそれでシークレットサービスからの参戦。ガス風呂で挑戦するため、ステップ的に不利であるか。競技会に遅刻したため、第2競技からの参戦。ここで点数をカバーしておきたいところである。優勝を狙うには高得点が絶対条件となる。やはりガス風呂長距離は難しい。優勝は絶望的な状況になってしまった。あれ、本職、本職が、まあコスプレなんで。いや、見えた。はいはいはい、絶望的。ああ、また来た。